皆さんこんばんは、バーネコマタヤの新井です。いつも番組をご視聴ありがとうございます。今シリーズで世界で流行ってるカクテルは何というのをねご紹介してるんですけども、今までは2021年版を紹介していたんですね。ただし2022年版が更新されたんで、ベスト10は、ね、更新された2022年版をねこれから紹介していきたいというふうに思います。ということで10位は、ウイスキーサワーですね。はい、以前アマレットサワーっていうのをね紹介したと思うんですけども、こちらも概要欄貼っときますからね、はい、僕の好きなカクテルなんだよなんていうふうにね紹介したんですけども、それの元となるねウイスキーサワーを今日は作っていきたいと思います。サワーって聞くとどうしてもなんか炭酸が入ってるようなイメージをね持たれてる方も多いと思うんですけども、サワーっていうのは酸っぱいってことですからね、このカクテルは炭酸は入りません。そしてまた近年では昔からウイスキーサワーってあったんですよ。なんですけども近年再注目された中の一つとしては卵白を入れるようになったということかな。卵白を入れるとね 口の中のねその口どけがねすごく優しくてふわっとするんですよ。この新しいその食感というかがね多分再注目されるきっかけになったんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。はい、じゃあそれでは作っていきたいと思います。まずはレモンを絞りますね。レモンを絞っていきます。レモンはねやっぱフレッシュでね、できるだけカクテルを作る直前に絞った方が美味しくできますね。なんで絞りたてがいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、では今回はね普通にシェーカーの中に入れてシェイクするんでもいいんですけども、僕はね卵白が入るカクテルは結構スピンドルミキサーを使うんですよ。はい、なんで全部一回ね攪拌する前、シェイクする前にスピンドルミキサーで攪拌してから作っていきたいと思います。はい、じゃあまずはスコッチウイスキーですね、これ 45ml、 そしたらレモンジュースですね、先ほど絞ったばっかりのレモンジュースを 20ml、 続いてシュガーシロップです、シュガーシロップを 10ml、で卵白です。卵白は1個分ですね、卵白1個分を入れましょう。はい、これらをスピンドルミキサーで攪拌していきます。はい、そしたらこれを初めてシェイクしていくわけですね。全部入れてしまいます。で前以前紹介してるんですけど、卵白を使ったカクテルね、実はバーテンダーのね宮崎優子さんが作ってるねマジックシェイクボールっていうねマジボーっていうのがあるんですけどね、今回もちょっとマジボー使っていきたいと思います。すごくクリーミーになりますね。これをマジボー1個入れて、そしてさらに氷を入れていきます。はい、そしてここはグラスもちょっと変えようか、いつもと同じだとちょっとあれなんでね、あれってなんだよみたいなね。はい、これのグラス、そしてシェイクしていきます。僕ちょっとね卵白が入ったカクテルはね振り方が変わるんでね、ダブルストレインって言うんですけどね、バーズネストでこしていきます。もういっぱいいっぱいですね、いい感じになりました。はい、お待たせしました、これがよいしょウイスキーサワーです。はい、ウイスキーサワー飲んでみたいと思います。これ面白いでしょ、グラス上の部分だけ取るんですよね。サル、いただきます。先ほどね作る前にも言いましたけど、本当に卵白が入ると全然その
別物のカクテルと言ってもね、過言じゃないんじゃないかな。非常にふわっとしたね、口当たりでとっても美味しいです。卵白がないバージョンももちろんクラシックとしてはいいし、卵白を入れたのがね、まあ、最近のトレンドのウイスキーサワーということでいいんじゃないかなというふうに思います。じゃあ次回はね、このキウイになるのかな、キウイのカクテルを来週ご紹介したいと思いますので、どうぞお楽しみに。じゃあまたね。